渋谷お兄さん、ショーパブいかがですか。たったの3000円で大満足ですよ。みんな何ショーパブみたい。ちょっとおっさんとばっかり拳絡め合って嫌な気持ちになってる人は、まあショーパブ見てってもいいけど、どうする。ショーパブ、皆さんショーパブいかが。ショーパブ見てみたい。見ていく。見る。見たい。見る。大丈夫、センシティブじゃない。まあ大丈夫だと思うんだけど、行く。たったの3000円で大満足だって。行くか。見たことない。 YouTube くん、まあ大丈夫じゃないかな。見ていくか。なかなか楽しめそうな席だな。あ、これね、毎回席違うんですよ。あ、おー、これは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 、おー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 、あ、いいねいいね、大満足。あ、みんな喜んでんね、喜んでんね。おじさん、あ、腕組み優雅です。おじさんもね、マジで会議に参加してるみたいな顔してる。熱い声援を送ってる。後ろで真顔のおじさん、腕組み、堂々と腕組みです。結構楽しめる。え、何この純粋な瞳、この人は私を見てるのでは。ショーパブ場はこちらではないですよ。いや、目あったよお前とは確実に。ちょっとやだ、視線を感じると思ったんだよな。こっち見んなよな。いいね、あー、いいね、いい腰の動きだね。よし、まあまだ見るよね。いや、足りないよ、もっと刺激的な。きたー、ポールだー。やっぱ股をね、パッカーンね、パッカーンしてくれるとね、やっぱ興奮しちゃうんだよな。いやね、でも私男性のポールダンスを見たことあるんですよ。ムキムキの男性がシュッ、めっちゃかっこよかったよ。私ポールダンス好きでね、見に行ったりするんですけど、男性がねやるポールダンスも力強くてすごい良かったよ。でね、ポールダンス、そう、ポールダンスだから始めようと思って、一回ポールダンスやってる女の子に、私はポールダンスやりたいと思ってるんですよって、やり始めようかなって言ったら、腕汚くなるからやめた方がいいよって言われた。なんかポールに擦れるらしいんですよ。腕の関節とか足の関節でグッて摩擦でポールを持つので、だからそこが擦れてな、黒くなっちゃうらしいんですよ。デブニキの皆さんもね、痩せるためにポールダンス、男性のポールダンスめちゃかっこいいんで、ぜひ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 。